はい、おはようございます。本日もラクロスプラスのライブ始めていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとアクシデント今日ありました。レコーディングということで録画してそれを皆さんにお届けするという形で進めていきたいと思います。本当にごめんなさい。でもちゃんとお届けします。はい、ということで、まず解説者の、ご紹介からしていきたいなと思います。画面向かって一番左側ですね、アリさんこと池田アリサさん、オルカディア所属です。よろしくお願いします。お願いします。はい、アリさんといえばですね、まず2003年にアンダー20、東京女子体育大学出身で、在学中2003年にアンダー21に選出されております。で、卒業してからは、チェルですねっていうクラブチームに所属いたしまして、で去年一昨年からですかね、オルカディアに所属していらっしゃるということで、今日はオルカディアの OG をメンバーとしてですね、お話ししていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして、はい、続きまして画面真ん中ですね、女子ラクロス団体の、セルの代表の柴田陽子さんに来ていただいております。柴田さんがですね、経歴長いですよ。読みますね。塾大学女子ラクロス部出身で、卒業後は、フュージョンという、ここですね、この黄色のチームに所属しています。でその後チェルに所属しまして、現在青山学院大学のヘッドコーチを、長年務めながら、現在ですね、女子ラクロス団体のセルを立ち上げまして、それの今代表としてご活躍されていらっしゃいます。なんと日本代表歴も長くてですね、読み負けもういいわ。いきます。まずアンダー20関東選抜から始まりまして、2008年には22日本代表、そこから2009年ですね、大学4年生から、2年間ですね、日本代表として活躍されまして、2009年のワールドカップにも出場されています。で、ですね、その後、代表の監督歴もたくさんございまして、U19 ご活躍しますか。U19 から、フル代表、現在はフル代表の、GM とヘッドコーチとして活躍されてまして、本当に日本女子ラクロス界のトップを走る方と言っても過言ではないかと思いますということで、柴田さん今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして画面一番右側ですね、岩田舞子選手でございます。岩田さんもなかなか経歴が長くて素晴らしくて今日はまだフュージョンの OG という形で、今年は去年まで現役のとしてのゴールキーパーとして、ゴールとして活躍していらっしゃったんですが、今年からは OG ということで、ちょっと悲しいですけれども、今日は OG としてフュージョンを支えていただけたらと思います。で、舞子が、高校からラクロスを始めまして、日本代表歴からいきますと、まず U19 の日本代表として、世界大会に出場されて2007年ですね。でその後2009年の日本代表として世界大会に出場されまして、その続きまして2017年、前回大会ですね、日本代表とのゴーリーとして活躍されていらっしゃいます。でフュージョンは、大学を卒業して翌年から去年まで在籍していた形ですね。はい、はい、ということで、そんな岩田舞子さん柴田陽子さん、池田アリサさんに今日を解説にお迎えしまして、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあちょっと皆さんのいろんなお話は試合中に聞くとして、そろそろ試合を一緒に見ていけたらと思います。じゃあ皆さん今ドローンのところにセットしますね。はい、お待ちください。リーがこうなってるところで大丈夫。そうです、リーがこうなってるところでお願いします。はい、はい、では始めていきます。いきますよ、せーの、スタート。はい、ということで試合が始まりました。本日の試合、2020特別大会クラブチームの、大会ですね、フュージョン対オルカディアの試合になっております。画面見ている白色のユニフォームが、フュージョンホームチームですね。で黒色のユニフォームがオルカディアになっております。ラクロスの試合ですね、4クォーター制で、行っておりまして、1クォーター各15分になっております。1クォーターと2クォーターが7分間今年あって、ハーフタイム15分間という形で進んでおります。はい、というところで、お、マイコがいなくなっちゃった。10分経ったのかな。また帰ってきます。帰ってきます、ね、はい、ということで、じゃあまずですね、本日の、あ、入りましたね。入りましたね。ただいまの得点は、フュージョン24番、寺西志保美選手、明治大学出身の選手が得点をいたしました。は
はい、というところで、寺西選手がセルのメンバーでもあると思うんですが、今のシュートを見て柴田さんいかがですか？はい、非常にパス受けてからシュート打つまでが、今非常に早かったので、すごくシュートイメージ、持ちながら、受けられたんだなと思います。で、セルの活動の中でも特にシュートレンジの拡大とかに力を入れてきた選手なので、その辺の成果も出ているのかなと感じます。はい、そして岩田さん、帰ってきましたね。はい、すいません。戻りました。ということで、現在フュージョンの得点が決まって1対0になっております。で、ドロー上がりまして、ミトリエ選手、17番の選手がボールを保持しております。現在フュージョンの攻撃が続きます。あ、マイコ点決まったよ。点決まったよ。はい、点入ったよ。我々のまず解説者、この3人、私を受けて4人の関係値みたいなところをちょっと先にご紹介させていただきましょうか。まず、アリさんは、私はもう大先輩として、いつもこうチェルの大先輩として大学1年生の時の4年生の神様でございます。はい、アリさんとシュンは一緒にプレーはチェルでしてます。やった。3、4年ぐらい、いや、もうちょっとやったよね。結構長いでやってやらせていただいて、本当に神ですけど。いや、変わらず旬の一声でまさか自分がディフェンスをやるとは思わない。そうですね、すいません。アリさんにぜひディフェンスをって言って、アリさんと当時もう一人大きいワタさんっていうレジェンドの方がいらっしゃったので、二人でディフェンスのゾーンの一番下をやって、大きい2人が立つ。大きい2人が下に立つ。マイコとワタさんは一緒にプレーした経験は？私？アリさんね。マタさん今いないからね。やったことはないね、一緒にやったことも。いつも対戦相手。はい、そうですね。あ、いや、シュート打つの嫌だなと思いながら、いつも打ってましたね。上からのハイワーワーを、とにかくもう、死守。何としても、アリさんといえば上からのワンワンですね。はい、チェルといったらアリさんのワンワンって感じです。ということで、本日もオルカディアのメンバーとして、その時メンバーとして来ておりますが、いただいておりますが、はい、ということで、シュンとマイコと、それです、私はフュージョンで、一緒にプレーしていた中ですので、もうお互い、はい、敵としてだし、味方としても、お互いをよく知っているメンツで、本日は解説をしていきたいなというふうに思っています。で、現在ですね、1クォーター、フュージョンが1点リードという形で、試合が進んでおります。で、現在、オルカディアの攻撃中ですね。また手に入ってる、これ。はい。で、オルカディアの攻撃中なんですが、今、オルカディア、ボールを中央に持ってまして、攻めている状態なんですが、今、オルカディア何を考えてるんですかね、アリさん。多分、上から崩して、下のいい位置に入り込んでくる選手を使いたいんだと思うんですが、なかなかこの上のワンワンで崩しきれてない感じですかね。で、トップからプレッシャーをかけ、今度はディフェンスでフュージョンが奪いまして、現在フュージョンボール、ボールは中央にありまして、ボールダウンですね、オルカディアがボールを拾い、クリアをしっかり運びたい。そうですね。チャンス。はい、オルカディアが今攻撃を続けております。今まで見てるのは、ズシユリカ選手ですかね。我々チームメイトですね。いいですね。元チームメイトです。はい。シェルと一緒にプレーしました。すいません。おかえりなさい。ちょっとあれですね、ワンワンで崩せてないですね、ちょっとオルカディアが。もう少しあれですね、上から崩れるとチャンスできそうなんですけど、ボーラーが一生懸命動くんで、その隣が早く寄られちゃってるん で、ね、他の子が頑張ってロンボの人たちが崩せるといいかな。単発になってしまってますよね、今ちょっとそこが崩れると、もう少し何年かいいワンワンの選手いると思うので。そうですね、広さは取れてると思うんで、いい感じに崩せさえすれば中に行けるかなと思います。シュートが、フィールドのシュートがセーブされて、現在オルカディアボール。はい、ということで、じゃあそれぞれのお三方から本日の注目選手なんかを聞いていけたらなと思います。現在オルカディアパスミスして、今度はフュージョンボール、フュージョンがオフェンスの状態になっております。
じゃあ、なんか、じゃあマイコから聞いていきましょうか。フュージョンの注目選手、ぜひ教えてください。はい。そうですね。今日もスタートのメンバーがそうなんですけど、新人のメンバーが結構3、4人入っているので、1年目の子たちにすごく注目していただけたらなと思います。はい。で、ちょっとスタートのメンバーの名前がちょっと今把握できていませんが。はい、すいません。お願いします。こちらですね、フュージョンのスターティングメンバー、はい、マイコには見えないんですが、私には見えております。はい、ありがとうございます。はい、スターティングメンバーが、の選手、あ、そうですね、の新人の子たちに、はいはい、注目してもらえたらと、はい、思います。すいません。はい、現在シュートが、今度はフリーシュートですね。はい。佐藤智美選手のシュートが決まりました。東海大学出身の選手ですね、はい、後輩です。後輩ですね。はい、ナイスですね。今みたいなシュートって、どうなんでしょう、マイコ見てた？はい、見てました、見てました。はい。ですね、多分彼女かなりスピードとかが去年よりも増していて、でバウンドで叩きつけられるようなシュートで止めにくかったのかなと思います。ただその前の、普通に打ったシュートが彼女の結構得意なシュートなんですけど、そこを抑えられてたっていうのはかなり、ナイスセーブだなと。はい。すごく止めるせ、ゴーリーの。ゴーリー出方が分かったですよね。はい。上手だなと思います、ね。出るタイミングが上手で。うん。うん、オルカディアのゴーリーの選手が、でもまた紹介のところで。22番の松下夏樹選手ですね。社会人7年目の東洋英和大学出身の選手ですね、うん、はい。で現在はフュージョンの得点が決まり2対0、フュージョンが2点リードの状態で試合が進んでいます。で現在ドローはサイドロー、ドローの時にボールが上がらないともう一度サイド、ドローをすることになります。で現在ドローが、これは誰でしょうかね。フュージョンは佐藤、あ、アサリですね。はい。アサリは東海大学出身の選手で、現在社会。オルカディアは。オルカは山内選手ですかね。26番。現在はオルカディアボールディフェンスゾーンにいますが。オルガリア、ここで得点欲しいですね、アリさん。欲しいですね。慌てない、ちっちゃいミスが重なっちゃうと、やっぱいいボール、取ってかれてしまうので、こういうのはなるべく楽したいですね。そうですね、フュージョンがボールを奪って、ゴーリーがセーブ、はい。現在シュートを打ったのは、志村優奈選手ですね。逃げずに前にボールを。で現在はオルカディアがボールを奪い返して、現在はオルカディアボール。と今2、3回連続でオルカがクリアが運べていないので、うんうん、一旦ちょっと冷静にセットアタックの時間っていうのを作って、セットアタックの中で突破口を作れればだいぶ自分たち の, 流れに持ってこれるのかなと思うんですけど、うん、ここの攻めなので大事。はい、なんとかすぐに打ちたいですね。お、リカが入りますね。あの選手入りましたね。16番です。16番佐野選手。母になって戻ってきました。そうですね。すごいですね。コーチも駒澤女子大学でコーチました、ね。はい。現在が、ボールがオルカディア、フリーシュートですね。ですね。で、シュートを打って、フュージョンがセーブ。これは又野選手ですかね、フュージョンは。はい。そうです。されているのは千葉大学出身のゴーリーの選手になっています。で、セルにも所属されてるんですよね、柴田さん。そうですね。本当に今年すごく調子がいい選手なんじゃないかなと思います。先ほど練習のアップを見てるときに、舞子がすごく良くなってるみたいな話だったんですが、どういうところを見て、そう、なんか今年すごく調子がいい、出てるなっていうふうに思いますか？
あの、彼女のすごいいいところっていうのが、あの、多分日本一と言っていいのかなと思うぐらい、あの、身体能力が高いというか、反射神経が良くてですね、とにかく反応で止めるっていう子なんですけれども、あの、今日のを見てるとかなり相手との駆け引きであったりとか、相手の特徴を捉えてセーブしてるんではないかなと思いまして、はい、去年より成長してるなとすごい感じました。おー、いいですね。あとできっとまたの話聞いてこんなことって、ね、言ってもらいたいなっていうか、そうね、日本の、ね、トップとしてあの長年あの活躍していた舞子からそういう言葉を聞けるときっとまたのも嬉しいじゃないか。大変恐縮ですが、はい、入りましたね。入りましたね。現在の得点が背番号6番志村優奈選手です。東京女子体育大学出身の社会人4年目の選手が、この子1年生の時に私教えました。ピノですね。ピノですね。で、スティックチェックをが合法なスティックを使わないと得点をされた後でもシュートが決まらないっていう状態になるんですね。で、そこで、あ、大丈夫だね。今は何が起こってるんでしょうか。スティックチェック終わってタイムアウト、タイムアウトですね。タイムアウトか。じゃあ、得点は入ったっていう。5歩です。そうですね。ね、はい。で、ただいまシュートが入って3対0。ちょっと今の、最後のシュートとかも、ライドから結局フュージョン奪って、で、崩れた状態でオルカディア失点してしまっているので、そういったシーンをできるだけ減らしていかないと、どうしても点差が広がってしまうと思うので、クリアが、の修正が、オルカいかにここでできるかっていうのが非常に大事かなと思います。オルカのタイムアウトだと思うんですけど、ちょっとクリアを本当修正した方がいいかなと思います。ディフェンスエリアの選手と、このミディとオフェンスエリアの選手の間が結構空いちゃってて、分裂しちゃってるみたいな形なんで、そこがうまくつなげさえすれば、攻撃の方にはつなげられるかなとは思うので、そこを修正して、入り大事ですね。この、入りが、次大事だと思います。ございます。現在フュージョンの得点が決まって3対0、1クォーターの残りがわずかとなっ、残りわずかでもないかな、もうちょっとありますかね、になっております。はい、フュージョンが3点リードというところですけれども、そうですね、先ほど相手また舞子からの注目選手を聞いたので、今度じゃあアリさんからぜひ注目選手をおるかの教えていただけますか。さっきセンターをやってて、今変わってしまったんですけど、26番山内選手の1対1。強い、早い1対1がこの子は持ち味なので、そこを起点に崩すと得点につなげられるんじゃないかなっていうのと、はい、個人的には、ディフェンスの、ミディの選手ですけど、12番、佐藤選手。はい、この子はこう、嗅覚というか、ディフェンスどこが危ないとか、よく感じながら動いているなっていうのを一緒にやってて感じたんで、頑張ってほしいです、うん。はい、ありがとうございます。背番号26の山内選手、背番号17の佐藤選手が注目選手ということでございます。そしたら、そこでフュージョンがシュートで決まりました。こちらは背番号32番の。新人ですね。はい。タカですね、日体卒の。日体の。松井アリサ選手、はい、社会人1年目の日本体育大学出身の選手ですね。今のゴール、岩田さん見ていていかがでしたか？いや、気持ちいいシュートですね。うん、彼女、ゴーリー見るのがすごく上手で、うん、もう本当にゴーリーのちょっとしたこう動きとかを見て、もう止められないようなところに打ってくる、しかも速い球を打てる選手なので、うん、はい、とてもナイスですね。嬉しいです、新人の活躍が。今年フュージョン買った、はい、新人の選手が多く入ったんですよね。はい、そうなんですよ。何人ぐらい入ったんですか。何人ぐらいでしょう。16人ぐらい。16人ぐらい多分入ってたかと思います。クラブで16人入るってかなり多いですよね。結構すごい。チームできちゃいますからね。そうですね。嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ということでフュージョンの得点が決まりまして、現在スコアが4対0、フュージョンリードに進んでおります。はい、で現在ボールはフュージョン、ゴーリー、マタノ選手から、今現在ボールはフュージョンがパス、
で、寺西選手がボールを拾い、11番佐藤桜子選手がボールでしたね。でボールがセンター。今フュージョンはどういう思ってるんですかね、柴田さん、攻め方的にいかがでしょう。いやでももうそんな流れが悪いわけではないので、ね、自分たちの攻めをしようとしてるんだと思うんですけど、セットアップの状態で今あまり点が入っていなくて、どちらかというと今先ほどの点数もその前の点数も移行期の中で の得点だったので、ちょっとセットアップの中でしっかり得点取っていこうっていうのは一つあるかもしれないですね、フュージョンとしては。そうですね、まあ、セットになってそれぞれの強みを出してっていうのもそうなんですけど、やはりそういった先ほど柴田さん、俊さんの言った通り、移行期とかでブレイクで点を取ったりとか、そういうのも狙っていきたいっていうふうに考えてるかなとは思います。ございます。ということで現在スコアが4対0で1クォーターが終了しました。はい、では2クォーターが始まりました。1クォーター終了のスコアで4対0、フュージョンが4点リードという形で、2クォーターを迎えております。ドローが終わりまして現在フュージョンボールになっております。で先ほど1クォーターの終わりでフュージョンがもうちょっとセットアップで、セットの状態でスコアを取りたいみたいな、取っていったらいいんじゃないかみたいな話がありましたが、現在セットですね。今どんなプレーをするか楽しみになっておりますが、舞子さんいかがでしょうか。そうですね、それぞれ強みがたくさんあると思うので、お思いましたら決まりましたね。あら、決まる。一星が、ただいまのスコアが背番号10番高橋美穂選手の得点になっております。日本体格大学出身の選手ですね。はい、高橋美穂選手、伊勢選手がセルにも所属しているかと思うんですが、特徴的なところでいくと柴田さんいかがでしょうか。そうですね、左利きの本当にシュートが上手な選手で、まあ、今とかも本当に、無駄なくノンクレでクイックでかなりいいコースにシュート打つと思うんですけど、セルの練習普段小さいゴールで練習してるんですけど、それでも四隅に打ち分けられるぐらいの本当高い技術を持ったシュートが本当上手な選手ですね。うん、で今の特徴的なシュートっていうことだったんですね。はい、ということで伊勢選手の得点が決まりまして5対0、現在2クォータードローが上がりまして現在オルカディアボール、ね、チャンスですね。したね、オルカディアボール。いい感じに崩れてはいるんで、これ止めないようにしっかり動きながらボールをつなげられるといいかなと思いますね。現在ファールがありまして、オルカディアボールペナルティーショット、ペナルティーショットを打つのが背番号25番か5番、長瀬玲奈選手、東京理科大学出身の社会人1年目の選手ですね。新人の子ですね。現在そして、再びオルカディアボール。ボールはゴール右横からの、現在ボール持っているのはシーン。シーンですね。シーンはズシ、ユリカ選手。ユリカ選手ですね。ここ背高くて、リーチも長いし、いろんなプレー、実は器用なんですけど、とっても優しいので、優しさがプレーにたまに出ちゃうんですけど。はい、ということで、パスがそれまして、現在ことフュージョンにボールが渡っております。フュージョン、クリア。ボール手前で寺西選手がボールを運んでおります。そしてまたシュートを打ちましたがセーブで、またこうボールがオルカディアになっております。やばい、固まりそうだ。お
人がじりじりになってきた。はい、ボールが。で今度はまたフュージョンボール。フュージョンのゴーリーから。パスがつながらず、今度またオルカディアボール。アリさん、いかがでしょう、今のこんなこの状態を。点数をちょっと1点でもいいので、しっかり攻めて取るっていうこと、0点から何とか脱出したいですね。ボールは持てているとは思うので、頑張ってほしいですね。今みたいな、クリアの連携ミスみたいなのがちょっと、多いですね、少しもったいないですね。少しそれが減ると、さっき移行期でフリーシュートが獲得できたと思うので、ああいうシーンが作れるといいと思うんですけど。いいですね。本日会場は雨が降っているというところで、グラウンドコンディションもあまり良くない状況かと思うんですが、雨が降っていると結構やりにくいもんですか。どうでしょう、アリさん。やりにくいですね。慣れるまではもう慣れて、そういうもんだと思ってしまえばいいんですけど、最初は嫌だなと思いながらやってますね。気持ちを整えるが大事なんですね。の時まずはもう、しょうがないと思ってやると思います。気合ですね、そこは。気合ですね、そこはまず。気合を持って、その試合に臨んでいただけたらなと思います。うん、ということで、また、ちょっとミスが目立ちますね、両チーム。はい、で、伊勢選手からのシュート。また左手でのシュートでした。大丈夫ですかね。何かあったんですかね。こういうシュート、マイク止めにくいもんですか。こう、そうですね。はい、まず彼女自身がスピードに乗ってるっていうこともありますし、なんていうんですかね。彼女は、私はよく引っ張るって言葉を使うんですけど、こうゴーリーのこうなんていうんですかね。意識だったりとか、こう、重心とかを引っ張られて逆に打たれるとか、彼女そういうのが上手なので、多分今のとかもすごく分かりにくいシュートなのかなと思います。ありがとうございます。で、また点数が決まりまして、6対0ですね。フュージョンが6点リード、現在が2クォーター、6分が経過しております。ドローが上がりまして、オルカディアボール、田畑千里選手がボールを取りました。目白健進出身の選手ですね。柴田さん教えていらっしゃったんじゃないですか、コーチとして。そうですね、ここで、教えさせていただいて、すごいスピードがあって、ダッチが上手な選手なので、その辺が発揮できればと思って期待してみてます。はい、現在の高校生のラクロスのレベルってどうなんでしょう。大学レベルでいうとなんか何部ぐらいとか。おーと思ってが決まりました。おー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 
得意な子なんですけど、私と似ていて結構パワーでいく感じの子なんですけど、得意なプレーで決めれたので、そんなまま勢い乗ってってくれるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。大東文化大学は今現在何部ですかね、ご存知の方。2部です。2部。2部で活躍していて、結構オルカディアの選手って、なんか1部でトップですごい走ってましたっていう人だけじゃなくって、まあ、そういう人もいながらも、2部だったり3部だったり4部だったりとか、出身の選手とかも結構いらっしゃったりするので、そういうなんかバラエティに富んだこのチーム構成みたいなところも魅力ですよね。そうですね、まあ、それでいくとあれじゃないですか、唯一外人がいるチーム。そうですね。外国人選手は今年一人です。去年まで二人いましたよね。確か。あ、そうそう。一人帰国しちゃったんで。海軍のもう一人ね。あ、そうです。で、この試合だけみたいに出れる。出る人いないんだけど。そうですね。6番の選手ですよね。オルカディア。今日いらっしゃいますか？多分会場にはいるのがちょっとしたアクシデントで。はい。ちょっとしたアクシデント。と思います。はい。ごめんなさい。ちょっとしたアクシデントだけは今笑えないので。はい。ちょっとしたアクシデント。
ちょっとしたアクシデントで。ライブ配信ならではです。ならではです。ところで現在2クォーター8分40秒元の9分になります。得点が6対1でフュージョンが5点リードの状態で試合が進んでいます。現在はまたフュージョンボール、フュージョンがボールゴール裏ですね。一本しっかり守っておる。そうですね、オルカディアのディフェンスの特徴みたいなところをぜひちょっとアリさん教えていただけますか。しっかりゴール前を守るっていうディフェンスをしていて、まあ無理をしないで、全員で失点ゴールを守りましょうっていうディフェンスをしていますね。あとはその、一人にさせない、必ずサポートをしっかり飛ばそうということを意識しながら練習をしてますね。はい、ありがとうございます。で、現在ボールはフュージョン。またセットオフェンスという形で今どういう風に攻めたいと思ってるんですかね。これはフュージョンはいかがでしょう。柴田さん、フュージョンの攻めを見てみて。そうですね、さっきからあの何回か、ゴール前のフィード、あのいいフィード裏から多分新人の子だと思うんですけど入れて、あのチャンス作っていたので、そういったシーンっていうのも入れながら、ちょっとワンワンでのセットの得点っていうのが逆にまだ取れてないので、その辺をまあシーンとしては作りたいのかなっていう気はします。はい、でそこで審判のホイッスルで、フリースタートでまた進みます。現在ボールを持っているのは目白健進高校出身の川田千里選手。実はラクロスプラスのメンバーとしても、それあのビデオのライブ配信の時にも、セル あのインターンですもんね、で、活躍していただいておりまして、とっても助かっております。ちさとちゃん頑張れ。いなくなる。で現在ボールはフュージョンボールになっております。現在2クォーター残り4分の状態になっています。ラクロスは1クォーターが15分で進んでまして、全部で4クォーターですね、4回15分のタームをプレイいたします。一番手前に今映っているのが今ボールを持っているのがミトリエ選手ですね。でシュートが外れましたが、ミトリエ選手とフュージョンの中では一番、選手の中ではキャリアが長い選手ですよね。高校生からラクロスを始めて今も社会人が、社会人9年目の選手になっております。で現在もテレビ局なんかで働いてて、激の中ラクロスを休日に続けているみたいな選手なんですが、柴田さん、あれとマイコ一緒にプレーした経験もありまして、まあ、どういうプレーが特徴の選手なんですかね。じゃあマイコから。あ、もう彼女はとにかくスピード、もう走るのが本当に速いので、あのフィールド中を走り回るみたいな、でそこから強い一対一をするっていうような選手ですね。うん、はい、ありがとうございます。俊道 D のご紹介。そうですね、2009年に一緒に日本代表でマイコもあの一緒にいたんですけど、あのワールドカップに参加した時とか本当に彼女まだ大学2年生で本当に若いスピードスターっていう感じだったんですけど、そこからもうここ本当社会人になってから、ここ特に数年はかなりパワーもつけて、あのスピードだけじゃなくてそこにやっぱりパワーがある選手っていうところの魅力が増したのかなと思ってます。ありがとうございます。で現在はオルカディアのオフェンスではなくからのフュージョンボールですね。フュージョンのクリアが成功し、現在はフュージョンオフェンス中でございます。今も6対1ということで5点リードの状態なんですが、マイコどうでしょう、フュージョン今何をやろうとしているところなんでしょう。いやもうそうですね、おそらくなんですけど今とにかく点の欲しい時間なのかなとは思います。まだニック始まって1点ですよね、得点したの1点かな、
2点、あ、2点でしたっけ、はい、なんですけど、2点決めてる、はい、あ、そうですね、ただちょっとこの1クォーターでもう少し、あの各クォーターでもう少し点を取りたいというふうに考えてるかと思うので、はい、今ちょっと苦しい時間なのかなと思います。ちょっとセットアップの中で崩れない、あ、今崩れた、じゃあ、おお、決めましたね。現在が背番号55番片石直選手、日本体育大学出身の選手ですね。はい、レオですね。いかがでしょう、マイコ。攻め、そうですね、多分やりたいことがすごく綺麗に決まったシーンなのかなと思います。で、彼女も本当にすごいシュートの上手な選手なので、はい、ナイスシュートでした。はい、ありがとうございます。アリさん、いかがでしょう、今度7対1というところになってしまいましたが。そうですね、ディフェンス悪くはないと思うんですけど、あの奪いどころも少し狙っていけるといいかなと思って、きっとボール欲しいと思うので、中を守りつつ奪いに行けるところはプレッシャーにもうちょっと行かないと、守っているだけなので攻撃につながらないかなと思うので、落としに行けるところは行かないといけないかなっていうところですね。ここで2点3点取ってハーフタイム迎えるっていう流れにしないと後半きついかなと思うので、あと2点3点ぐらいは取れるようなディフェンスの仕方を中で修正してほしいですね。はい、そうですね。そう、ということで現在、そういうことか、時間がもう15分過ぎてるなって思ったら、ストップウォッチが止まってなかったってことですね。2分止めしてない、2分止め、最後ね、タイムアウト、じゃあ次のクォーターは2分止めをしなきゃいけない、リーが決めましたね。はい、ごめんなさい、表示されてる時間間違ってます。15分オーバーになってました、今15分41秒となる、ところで、水戸選手が今決めましたね。ドローが上手ですね。はい、見てました。ドロー速攻でした。はい、あの彼女のドローを上げて自分で取って、あの彼女らしくとにかくスピードのある、攻めからの力強いシュートっていう形で、はい、すごく得意なプレーですよね。そうですね。はい、よくナイスシュートです。はい、ありがとうございます。現在得点は8対1、フュージョンが7点リードで2クォーター、そろそろ終了です。現在ドローはフュージョン33番の全然のコーディー選手です。日本体育大学出身の選手、日大です、日大です。実はラクプラでやったのアイドル戦にも彼女に出場していただいていて、学生の頃からあのとても活躍していた選手でしたね。は現在フュージョンがオフェンス中、はい、ということで2クォーターが終了しました。現在の得点は8対1でフュージョンがリードして2クォーター終了を迎えました。はい、というところで、お三方にぜひちょっと前半1クォーター2クォーター振り返ってみてのちょっとお言葉をいただけたらなと思うんですが、まずアリさんいかがでしょうか。はい、やりたいことは多分彼女たちの中にはあるんだと思うんですけど、それがなかなかこう自分たちにボールが来ないことでできなかったりとか、あとはディフェンスをうまく崩されてしまって、やっぱりオフボールの動きがすごく上手なのでフュージョンの選手はそこでやっぱ崩されてしまって点取られてしまってダメージを食らってっていうところが積み重なってきちゃってるかなっていう感じが、まあ、ただ守れてなくはないとは思うので、この後半ドローを一回修正した方がいいかなっていうのと、あとはディフェンスをもう少し分裂しないように、横のつながりをもう少し持てるように修正して守ってクリアをしっかり運ぶっていうところをやっていけば、シュートの本数は1球の方よりは増えているとは思うので、攻撃につなげられるようにまずディフェンスしっかりできるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、そうですね、
ちょっと途中やはり相手のゴールにかなりシュートを阻まれてリズムつかめなかったところもあったかと思うんですけれども、あの途中から最後の方ですね、ドローを取って自分たちのリズムにっていうところが持ってこれてたのがすごく良かったかなと思うので、後半は入りからそのリズムで、あのさらに点が積み重ねられていけるように、はい、頑張ってほしいなと思います。はい。結構序盤からフュージョンが、ライドを頑張っていて、で、まあ、その関係もあって、ちょっと、オルカディアさんが、クリアが苦戦をしていたっていうのが、前半全体で、まあ、一個大きな点差の結果になったのかなとは思うので、一旦、それをどれぐらいフュージョンが、ライドを頑張り続けられるか、3区4区って疲れていく中で、どこまで上げられるかっていうところと、あとは、それに対してのオルカディアが、どのように修正してくるのかっていうところは、一つ、3区4区で、見るべき点になるのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、時計が動いてました。動きましたね。はい、大丈夫です。はい、では3クォーター始まりました。現在フュージョン対オルカディア8対1でフュージョンが7点リードで、後半戦3クォーターを迎えております。はい、ということでここで入りましたね、シュートが。これはシャモさんじゃないですか。そうですね、1年目の、オルカから移籍です。はい、そうです。移籍の選手ですね、アリさん。はい。うまいんですよ。シャモの得意プレーをやられましたね。多分、ディエンソン選手も分かってたと思うんですけど、それでも決められてしまうという。うまくなりたいって言って、移籍を考えて、移籍していたんで、こういう活躍は嬉しいですね。はい、セランゴ36番。選手、中央大学出身の選手ですね。社会人現在5年目の選手になります。はい、ということでフュージョンがまた1点追加し、現在スコアは9対1、3クォーターになっております。ドローが背番号3番の佐藤智美選手、東海大学出身で社会人4年目の選手と、オルカディアが背番号山内選手ですね。26番。はい。いいのを取っていきたいですね。日本戦グラムを制したのは、なんかこれだね。ではないですね。オルカディアですね。オルカボール。はい、オルカディアボールです。現在オルカディアがボールを保持し。ておりましたが、おもろとし、今度は混戦グラブで取り抜けたのは寺西選手。このシュートで決まりました。ただのシュートを決めたのはフュージョン背番号24番、明治大学出身の寺西しほみ選手でございます。寺西選手もセル所属ということで、ぜひ特徴なんかを教えていただけますか。本当に練習熱心ですごく努力家なので、総合的に本当体力もありますし技術もありますし、オールラウンドプレイヤーの代表格でハードワーカーの代表格かなと思います。多分今ワンワン行ったと思うんですけど、ああいうワンワンも本当できますし、その前のドローのグランドボールのやべそれそれその後のドローの、グランドボール、ドローのグランドボールのファイトとかも寺西選手のいいところかなと思います。はい、フュージョン多分これ攻め方変えてきましたよね。2回連続今ワンワンできたので、まあハーフタイムになんかおそらくお話をしてもうちょっとワンワンで行こうっていう話になったのかな。マイコどうですか。そうですね、おそらく、はい、まず点も欲しいと思いますし、はい、ワンワンも強い選手が多いと思うので、
まずは1対1っていうところですかね。すごいシンプルなワンワンが2回連続決まったので、はい、すごいいい出だしかなとフュージョンに。はい、はい、フュージョン今年、まあ、ヘッドコーチからコーチまでとか、ね、スタッフ陣が結構熱くいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、どういうスタッフ体制なんでしょう、はい、今年のフュージョンは。コーチに宮澤明日香さんですね、を、去年もやってくださってるんですけど、もともとは選手で、去年からコーチに変わって、戦術だったりとか、選手の交代やっていただいてるんですけど、それに合わせて、OG の、トモさん、イズナさんっていう方に、で、今年はピンコも、私の同期のピンコが加わって、フライを回すっていう形で、やってまして、結構クラブって選手がフライを回すっていうのが主流だったと思うんですけど、やはりそれにも限界があったりとか、見切れないということで、冷静な判断をしていただくために、そのような体制をとってます。他にもアナライジングスタッフとか、あとはマネージャーも結構多くて、はい、すごく充実しています。はい、ありがとうございます。はい。ウルカディアはどうなんでしょうか、アリさん。スタッフ陣というところで、コーチだったりとか、どういう体制でチームを運営されてるんですか？ヘッドコーチが、会長が、ヘッドコーチをずーっと、ボルカはやっていて、あと去年選手だった子が何人かスタッフで残ったりとか、あと選手でも出てるんですけど、佐野リッカ選手なんかも中に行けないときはベンチでこうベンチワークしたりだとか、コーチ的な役割なことをやっている感じですかね。スタッフは、はい。入れ替わり立ち替わり結構いて、あとトレーナーも2人ついてやってもらってますね。社会人のラクロスの、そのトレーニングだったりとかってどういう形でやってるんですかね。アビさん、オルカディアってどんな感じでトレーニングでいつもしてるんですか。平日にみんな時間のあるとき自分で時間を作ってやるっていうところを、こう、各ちっちゃいグループを作って共有していて、今月どれぐらい取るようになりましたみたいな報告だったりとか、あとは練習で集まった時にみんなで声をかけながら苦しい練習を、士気を上げるためにやってたりとかっていうことが、今シーズンは、先シーズンから、ね、多分ずっとやってることだと思うんですけど、やってますよね。やっぱりその時間の確保が難しかったりするので。そうですよね、社会人になると。うん、少ない時間でより効果的な効率的にやらなきゃいけないっていうところは結構社会人のキーポイントになってきますよね。はい、マイクどうでしょう。フュージョンって結構トレーニングとかも氷溜めましたね。ナイスセーブですね。ナイスセーブですね。結構氷こっち今日活躍されてますよね。オールカの、はい、ユウ選手、松うん、ね、マークしたなくて。ドラクエ以外の出身の選手ですね。めちゃくちゃ止めます。安心感がありましたね。私一緒に来るときは。ディフェンスしてて後ろに、うわ、いてくれるっていう安心感がすごいな。ゴールです。はい。はい、ありがとうございます。で、現在、試合はオルカリアの攻めが続いております。で、ペナルティーシュートですね。フリーショットを。背番号55番、55番、55かな、55番、エレンですね、小森エレン選手。小森エレン選手、中央大学の、ね、はい、今年入った、今年入った選手でしたね。柴田さん、いかがでしょう。去年現在も青山学院大学のヘッドコーチされていて、中央大学は対戦相手でしたよね。はい、やってます。エレン選手に関してどんな選手、本当に中央の中心選手で、去年の中央大学の試合は本当に毎試合、大活躍してた選手だと思います。すごく、ワンワン得点も取れる選手なんですけど、得点以外のところでもオールラウンドに活躍ができる選手だと思うので、これからオルカのどんどん主力になっていくような選手なのかなと思います。はい、ありがとうございます。そんな中でシュートがまた、フュージョンまた追加点を決めまして、フュージョン高橋選手ですか、いきましたね。10対、得点は現在10対1、11対1で、フュージョン10点リードというような状態になっております。
なかなか厳しいですね。オルカ的には厳しい状態ですね、アリさん。そうですね。でもこれ、点数をなるべく取って終わりたいと思ってて、多分こういう時って沈みがちで、何をやってもうまくいかなかったり、前にボールも運べないし、相手にボールずっとポジションされるしっていうところなんですけど、こういう時に元気を出して、なんで負けてるのにこの人たちこんなに元気なのっていうぐらいテンション上げてできると流れも振ってくれるかなとは思うので、まず元気を出して、一点ずつ返していけるように頑張ってほしいですね。はい、ありがとうございます。そして現在ボールはオルカディア。オルカディアが攻撃をしております。今、佐野選手入ってきたので多分なんか、やりますね。ゴールの周りで。とても、はい。リカさん、器用な選手ですからね。私の一個上の選手なんですが、私も明治の時に、トヨレオが、同じブロックで、リカさんとか、リカさんまですごい上手い人がたくさんいて、本当にあの時の、本当にレジェンド的な方で、で、今度その、学校卒業、大学卒業した後、このオルカディアを立ち上げてみたいなところで、おーっていうところで決まりました、オルカディア。現在得点を決めたのは、背番号61番、稲垣優奈選手、成蹊大学出身の選手です。ガッキー、内周でしたね。内周でしたね。はい、多分下で何かをやるぞって見せかけているところに見事に、引っ張られてくれて、上から背もこの子大きいので、いい感じにシュートをしっかり振り切って打てているかなと思います。ナイスシュート。こうやって1点ずつ返していけるといいかなと思います。ですね。欲しかった1点でしたね。1点ですね。が11対2というところで、オルカディアが2得点目でございます。うファンコーターはオルカの方が多分ドローは取れてるので、決して攻めになってないわけではなく、うん、ちょっと攻めから得点がちょっとなかなかつながってなかったところだっただけだと思うので、今みたいに、得点が決まると、すごく面白い、試合してくれるのかなと思います。うん、あ、やだな。ナイスセーブです。フュージョンが取り、そのままゴールも運びますが、シュートが外れ、チェイスでまたフュージョンボール。現在フュージョンの攻めが攻めの状態になっています。ボールは寺西選手。うわー、ナイスセーブ。ナイスセーブ。ナイスセーブですね。ナイスセーブですね。前に出るのが本当に上手ですね、うん、今のとかもゴーリーが前に出るっていうのってどういう瞬間の時にするんですか、マイク前に出るタイミングは、相手がゴールを見えてない状態でなんていうんですかね、こう振り向きざまであったりとか、うんうんうん、あとはこうなんていうんでしょう、まあ本当にタイミング合わせてなんですけど、うんはい。前に出る感じですかね。いや、でも本当にこの前に出るって、一歩間違えれば、シューターからすごくこうゴールが見やすくなってしまうので、そうなんですよ。なので、結構難しいプレーではあるので、とっても、すごい上手だなと思います。チャンスですね。理解が持ってます、ね。うわー、さすがですね。リカさん、嫌ですね。嬉しい。このちょっと喜び方、古臭いですね。今日は、うん、いや、もう素晴らしいですね。同世代、同世代。最後、足までクロスしちゃってるんで。ああいうシュート、本当上手ですよね。学生時代から上手だし、はい、フュージョンでいつぞや私も現役でフュージョン行った時にもリカさんはもうゴールで0度から0度よりマイナスから打ってくるみたいな、それで入っちゃうみたいな選手で本当に器用ですよね、リカさんは、うん、はい、本当ちっちゃい隙間をよーく見てるんですよ、ね、ずっと見てるんです、ここが開かないかなずっと見てるんで、なんかなんですね、かつ今妊娠出産を経ていや、本当にすごいですよ。元気に戻ってこられた選手でもあり、で、元気でプレイヤーともしているんですけれども、駒澤女子大学のコーチもされているという本当にラクロスに
貢献をしててラクロスを大好きな選手なので、それはラクロスの神様からも愛されますよねっていう選手ですね。はい、ガディアがそして引き上げまして11対3、で現在はフュージョンのオフェンスが続いております。今フュージョン何を思ってるんでしょうかね、マイコ。いやそうですね、こう打っても打っても今止められて、で逆に相手に点を取られてっていうちょっと苦しい時なのかなと思うんですけど、まあ、ここを相手の流れが来てると思ってこうしのいでいけたらなと、はい、今我慢の時間かなと思います。ありがとうございます。私例えばなんですけど、自分がもう教えてるチームがこんな状態になりましたと、あの例えばじゃフュージョンだったとしてすごい大量に点を取っているんだけれども、今自分あの結構離れてるんだけれども、あのこうやって止められちゃうみたいになった時に、はい、チームになんて伝えます、旬なら。そうですね、まあフュージョンの、うん、あの逆に今日すごく、まあ、いいところというかこういうライドとかでミスを誘えているところかなって逆に言えば思うので、あの、まあ、攻撃でリズム作れなくてもだったら守備からリズム作ればいいですし、まあ、それはもう試合の中の我慢のタイミングだと思うので、一旦ちょっとあの頑張って粘って、そしたらまた次流れが来るよっていうことを伝えるかなと思います。はい、じゃ逆にオルカの立場だったら大量に得点の点が離されてしまっている時だったら何て言いますか。まあ、大量に得点離されていたとしても、まあ、あとまだ3区、4区残っているので、あの、何点取れるかっていうところにしっかりこだわっていくべきかなと、あの、思うので、今、オルカ、この試合の中で一番いいクォーターを、戦うことができていると思うので、あの、3区いい内容で終わって、4区はさらにいい内容で戦おうっていうような風に伝えるかなと思いますね。ありがとうございます。そして現在オルカリアのフリーシュートでボールは76番川西真由美選手、神戸大学出身の選手ですので狙われてしまいましたが、神戸大学現在のチームの出身の方は江南大学出身の平田聡子選手だったりとか、オルカリアいらっしゃるんですよね。はい、というところで現在スコアは11対3でフュージョンがリードしております。そして現在はフュージョンの攻撃、この回はダブルで奪いに行きますね。今のダブルすごい良かったと思うんですけど、あの最後のチェックを我慢できたら最高でしたね。あれどうしても振りたくなっちゃうので。でも、あの、連動しっかりできてるので、これで、今、自分たちの流れでボールが欲しいところだったと思うので、この3区しっかり、点を、1点ずつしっかり返していければ、面白くなってくるかなと思います。ありがとうございます。そうなんだ。フュージョンの寺西選手がファールをもらい、今フリーシュートですね。ここは決めに行きました。シュートが決まります。現在得点を決めたのはフュージョン24番、寺西志穂美選手、明治大学出身の選手です。ラクロスは危険な行為、あの、例えばチェックで頭に入ってしまったりとかスティックがというのがあるとイエローカードが出ます、うん、ということで現在オルカディアが1人少ない状態で守っているというところですね。10対10が基本なんですが、今10対フュージョンが10人、オルカディアが9人という状態でプレーをしています。今のシュート簡単そうに見えますけど、バウンドする位置とかすごい良かったよね、多分マイコ、うん、いや、マイクがいない。はい、いない。多分、バウンドする、ゴーリーが
やっぱり出れる一歩手前でバウンドすると、うん、合理的には難しいので、今寺西選手が打った位置はゴリがギリギリ出られない、うんうん、位置のバウンドシュートなので、うん、非常に合理的には難しいかなと。前に出てセーブをするべきなのか、後ろに下がってセーブをするべきなのか、ちょっとそこの対応も迷うような位置かなと思います、ね、跳ね返ってると伸びてくるみたいな。そうですね、はい。マイコ見てた？今のショット。マイコちょっといなくなっちゃったね。マイコに振ったらマイコいなかった。すいません。申し訳ありません。ちょっと、はい、今日はちょっと電波の調子が悪くってすいません。はい。私は人のこと何も言わないけど。はい。すいません。はい。はい、ということで僕が決めまして、現在フィューチャー12点というところで3クォーターが終了いたしました。残りあと1クォーター15分ですね。はい、を、両チームが戦うことになっております。ということで12対3です。結構差が開いてしまってますね、アリさん。どうしましょう、4クォーター、オルカリア。今、1人足りない状態なんで、とにかくこう時間を、なんとか点を取られずに、とにかく守り切って、人数揃ったところで、いい感じで流れが来てたので、もう一回しっかり取り戻すっていうところを、全員で共有できてればいけるんじゃないかなと思います。いいプレーも出てきているので、で、新人が活躍しているので、波に乗ってくると思うので、勢いで、ロンク、最後ガツンと行ってほしいですね。はい、ありがとうございます。はい、スタート。はい、ということで4クォーター始まりました。最後のクォーターですね。現在の得点が12対3で、フュージョンがリード9点リードというところで試合が進んでおります。でドローが始まりまして、現在フュージョンボール、フュージョンが攻めております。はい、ということで、最後のクォーターですね。アリさん、オルカディアとしてはどう戦いたいでしょう。1点でも多く点数を近づけられるように、前向きに前向きにミスをなるべく減らして、最後もう1秒まで諦めずに頑張って戦ってほしいですね。はい、ありがとうございます。じゃあマイコいかがでしょう。フュージョンは逆にどんなクォーターにしたいですかね、最後のクォーター。そうですね、先ほど結構相手に流れを持ってかれてたので、次は自分たちの流れにして、ちょっとさらに点が取れたらなっていうところと、あとは結構いろんな選手が出てるので、いろんな選手のシュートが見れたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。最後に柴田さん、今まで3クォーターを見てきて、その中4クォーター期待することですとか、ぜひ教えていただけますか。そうですね、まあ、今マイコも言ってくれてましたけど、フュージョンに関しては本当にちょっ と、得点が若干偏り始めているので、本当にいろんな選手がチャレンジをして得点を取ってくれたら、すごく盛り上がるかなという点と、あと、オルカディアさんに関しては、あと何点取れるか、今のクォーターで2点が今ベストだと思うので、3点取るようなクォーターっていうのをどうやって作っていくかっていうところをしっかり見られればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとフュージョン雑シュートがはい、いやナイスセーブなんです本当に。うそうだね、まあ、はい、そうだね、ゴールが、はい、いやもう本当に、はい、今2回だからフュージョンまたライドで奪ったんですけど、2回ともチャンスにできなかったので、はい、フュージョンとしては今完全にマンアップですし、点決めたいところなんですけど、オルカディがよく粘ってますね、ゴール中心に本当に。17番のカード最終ですね。いやですね。あやなが。を決めたのがオルカリア17番の菅野彩奈選手、専修大学出身の選手、社会人7年目の選手ですね、うん、いかがでしょう、アリさん、今のシュートを見て。ここナイスシュートですね。この子忍者みたいなんですよ。そこにいるのっていうところにいる、突然現れるような
職人気質な選手で、いいところで決めてくれます。ナイスシュートで。はい、ありがとうございます。そしてマイクいかがでしょう。今、おーっていう声もありましたけど。止まりましたね。はい、じゃあ、シュイン、いかがでしょう。いや、非常にいいシュートだったと思います。ゴリとしても、一回ちょっと下に、振ってたので、シュート打つときに、重心若干ちょっと下げられちゃって、で、上のコースを狙ったシュートなので、すごくこだわりのあるいいショットだったと思いますし、試合の流れとしても、結局フュージョンが、イエローカードの時間でマンアップの時間で決められずにオルカが1点返すっていうのはオルカとしてはもう最高の流れだと思うので、ここでもう1点動くとさらに面白いのかなと思います。はい、ありがとうございます。そしてドローが上がりまして、現在フュージョンボール現在最後のクォーター4クォーターを、走っています。得点が12対4で、フュージョン8点リードという形です。ここはシュートはまたナイスセーブ、止めた、ナイスセーブ、ナイスセーブですね。そうです、もう少しフュージョンちょっと早めに打った方がいいかもしれないですね。早めに結構ゴーリーが前に出るゴーリーなので、それで今ぐらい近づいてしまうと、ゴーリーが出てる面積というかがより広く感じてしまうので、であればさっき本当に寺西選手がさっきフリーシューで打ったようなバウンドシュートだったり、本当一番最初の得点で打ったぐらいの長い距離からのシュートだったり、ゴーリー今のゴーリーの良さが出ないようなシュートっていうのを選んでいかないと、ちょっと今完全に良さを出させてしまってますね、シュートの選択が。ゴーリーとの駆け引きってところはアリさんどうです？ゴーリーとの駆け引きって得意でした？あー、私はあんまり得意じゃない、ね、嘘でしょ。あんまり得意じゃない、ね、すごい詳しい話出てくるかと思った。ゴーリーがいてもそこぶち破るぐらいのシュートあーパワーゴーリーと1対1のシーンがあんまり自分個人的には好きではなくて、どっちかというとディフェンスついた状態でシュート打たれてた方が自分的に好きだった。その方がどこ打つっていうのは大体こう頭の中でシミュレーションができるというか、いう感じだったので。シュートからでも逆に本当駆け引き中の駆け引きみたいな。いやー、ちょっとでも私シュートは苦手ですね。天文外、すいません、昔からシュートは、多分日和が一番上手いんじゃないですかね、この中で。そうですね、日和は器用なんで、もうぶっちぎりの2部の得点王でしたからね。マイコ、どう、なんか日本で駆け引きが上手だなと思う選手とかって、シュートで。駆け引きが上手な選手ですか。日本で今現役でとかっていう感じですか。歴代で聞きたい。歴代で言ったら圧倒的に和田アキ子選手は、ね、そうね、はい、世界の和田アキ子です。はい、とかやはりあとは井倉涼子さんとか、井倉さんね、はい、あとは、はい、フュージョンの内野朝子選手、内野朝子さんは結構私はこの3人は本当にもう今まででもトップ3ですね。本当に上手だなと。嫌な選手です。駆け引きってタイミングとかもそうなんですけど、あとは角度ですかね。打たれるシュートのコースだったりとか、ボールの軌道とかのを崩される。だからやっぱそういったところが本当にお三方は上手くて、最後まで見られてるなっていう感じがありますね。はい。まあ、されてないんじゃないですかね。はい。次に出てくる選手で期待ですね。そうですね。はい。シュートがまた決まった。止めた。はい。そして、頑張れ。当たってますね。松下。いいね。選手。ユウ。結構前に出るゴーリーの方って、すごい動いちゃう選手が多いんですけど、動かないよ。松下選手のいいところは前に出てから動かないので、そこからの我慢というかポジショニングの取り方はすごい上手かなと思いますね。で、マイコは前にあまり出ずに動かない
本当にフェイクとかに引っかからないっていうタイプなんですけど、はい、どっしりと、はい、そうか、はい、本当に動かないっていう。本当に動かない。で、多分打たせたいところに打たせて取るっていうのがマイコのあの良さだと思うんですけど、マテス選手本当にあの最後の我慢がすごい上手で。ちょっとね、確かに貫禄はある選手ですよ。安心感あるんで。どうかこれしっかりクリア運びたいですね。なんかこの、救助は奪いたくて当たりに来てくれるので、空いているところにスッと動いたら簡単に運べるはずなんですけど、ちょっと自分から苦しい状態になる場所に走ってっちゃってるかなっていうのがあるので、よく見て。フュージョンがあれですよね。ちょっとライドで本当、あの、ダブルに行ってるところに、自分たちで入りに行っちゃってますよね。そこは少しもったいないですね。うん、それさえ回避できれば、あっという間に運べるはずなの。ここ、人頑張りですね、また。このエリア入っちゃったね。ああ。シュートで伊勢選手ですね。はい。日本体育大学出身、背番号10番の高橋美穂選手がゴールを決めました。苦しい展開から決めましたね。はい。良かったです。そうですね。今多分誰かが打ったのを弾いたやつを拾ってっていう、はい。彼女ああいうのもすごく上手で。キャッチとかそういうグラボとかも上手なので、スッと取って、ゴーリーが準備する前に打つみたいなところが、本当に彼女の、なんていうんですかね、いいところの一つでもあるので、はい、本当にナイスシューでしたね。はい、よかったです、決まって。今何よりもすごいと思ったら、シューも時計を止めているっていうところで。あ、もう30秒ですね。はい。あ、タイムアウトか。タイムアウト、はい、ちゃんと聞いていた。はい。結構途中でドヤ顔してるのは見てましたけどね。よし、止めたなって。あと1区から4区に向けてね、我々もちょっと成長していかないといけないんで、はい、そうですね。私だけ退化して笑いができない。ちょっとまだすいません。まだいろいろ勉強中でしてね。ありがとうございます。皆さん、本当にすごい時代が。本当に。最後のクォーター残り5分ちょっとというところで、フュージョン対ヨルカで13対4、9点の差、点差が離れちゃってますね。うん、この9点の差っていうのはなんかどういうところで出てるんですかね。どうでしょう、アリさん。ちょっとしたミスだと思います。取ったのをポロッと落としちゃったのとかが見てると多いかなと思って、そこをしっかりフュージョンの選手は寄ってしっかり取っているっていうところだけかなと思います。しっかり運べたら攻撃できてますし、シュートも打てているので、そこの精度の差が、積もりに積もってこの点差に出てきてしまっているっていうところかなと思いますね。ありがとうございます。残り5分ちょっと13対4。ハイドローが上がりました。とボールはフュージョンボールですね。テヘラリン選手が取り、現在ボールはフュージョンボール何番か6番か13番3番の選手、ルキー選手、ね、レオかのシュートが決まりました。フュージョン得点が決まりまして、ただいまの得点が背番号3番の佐藤智美選手、いや、タカじゃない、32番ですね。32番、タカが決めました。あの得意な形ですよね、これは。タカが、舞子さんどうですか。そうですね、得意な形っていうのもありますし、あとは先ほどもお伝えした通り、彼女やっぱゴーリー見てるので、前に出てくるのをうまく使って、はい、外して打ってるっていうのがやっぱりすごいところかなと思います。うん、ありがとうございます。事前にラックラでヒアリングしたところ、得
意なプレーは何ですかって言ったら、裏ワンオンワンですって言ったので、まあまあ、あれでも1個今タイミング本当に外しましたよね、うん、あの打つタイミング1個ずらしてあの最後対角に打ってるんで、はい、あのすごい上手ですよね、ナイスですよね、ありがとうございます。フュージョンが1点得点を追加しまして現在スコアが14対4、4クォーター残りが、あ、シュースタートしてる今度はスタート忘れた。言ったことに満足しましたね。はい。どっちもやんなきゃいけないですね。あの最後まで完璧にできなかったやつですね。これ、ね。ちょっとどうしたらいいのかな。そうだね。すいませんね。本当に。お試しかいろいろお試しか。タイムはどうしたらね、できるかっていうね。分担したらこうなってしまったということで、また止めましたね。ナイスセーブ。はい、うん、でこれは何のファンでしょうかね。イエローカード、首に入っちゃったカードですね。で村口、あ、この選手は佐藤智也選手ですね。はい、鈴木さんですね。はい、今ちょっと入るのが遅れましたね。ということで現在フュージョンにフリーショット、現在フリーショットを打っているのが背番号34番の市川光ですね。でチェイスでまた黒いフュージョンボールが続きます。お、ナイスディフェンスですね。ナイディーです。うん、フリームーブメントですから、そこら辺がいつもと違って面白いですね。なんかあれって気づいてたら始まってたみたいな。はい、ね、はい、ということで、残り時間多分もうわずかというところで、現在スコア14対4、10点差というところですが、こういう時間は、フュージョンとしてはどういう過ごし方をしたいんですかね。マイコどうでしょう。ですね、今日の試合はちょっともっともっと得点を取りたいと思っているので、わー決まっちゃいましたね。決まりましたね。すごい嫌な展開ですね。じゃあちょっと背番号76番の川西真由美選手、神戸大学出身の選手、本日2得点目ですかね。得点になっております。これで総裁されるかの時間、今何分ぐらいかな、うん、誰か何分か教えてくれるかな。何分とかな。ちょっとフュージョンあれですね、もう少し点が本当欲しい展開ですよね、はい、うん、あのそうですね、このクォーター今3クー1クニック3クって4点ずつかな、12だったっけ、あそうでした、多分かね、ちょっと2点しか取れてないのかな、はい、少ないですね、得点が、うん、オルカディアはもう後半の方がそうですね、逆に、うん、あのあと1点取れば3点のクォーター作れるので、うんうんうん、少なくともあと1点っていうところでしょうね。はい、ということで、タイムアウトが明けまして、現在スコアが14対5というところで、残りがきっと何分ですかね。何分かな。誰か教えてくれないかな。大きな声とか言って耳をすませて。泥は戻りまして、リーですね。ミトリエ選手から始まります。
鈴川ゆりなですね。26番。この子も今年移籍していって。そうなんです、ね。オルカ1年目です。うまいなぁ。うまい。20って言ってます。2点ぐらい取りに行きそう。このパターンというのは逆サイですか。まあ今マンダンでしょ、オルカかん、かなり オンサイにやっぱりかけてるので、うん、逆サイでフィニッシュっていうイメージは本当にいいと思うんですけど、さっきからそこがちょっとパスがぶれたりとかちょっと遅れたりっていうタイムシーンも多いので、最後の本当にパスの精度、最後のシュートの精度だけかなと思います。うん、シュートというところで、フュージョンがまた1点追加。今のシュートはいいですよね。マイク見せたかな。はい、見てました。見てました。OK です。もう見るのに必死で入れない。やっぱりゴーリーが出てきたところをちゃんとフェイクで駆け引きして冷静に入れてきてるので、ああいうシュートが打てればもう少し点が。フュージョンも入ってた気もするんですけど、ね、マイコどうですか。そう思います。はい、そうですね、この、4クォーターあった中でもう少し修正ができたらよかったかなと思いますね、序盤で。そうですね、残り時間わずかとなっております。15対5。15ぐらい。お、うわ。同じパターンですね。これ。はい。おー、ナイスセーブですね。終わりましたね。試合が終了いたしました。東日本クラブ女子の一部の、試合で、フュージョン対オルカディアの試合が動画内も終了しました。得点は15対5でフュージョンの勝利です。フュージョンおめでとうございます。はい、じゃあちょっと点数得点の差は開いてしまった試合でしたが、アリさんいかがでしょうか、今回の試合を振り返ってみて。はい、苦しい展開終始だったと思うんですけれども、後半盛り返してきたところ、自分たちの流れの時間帯で点数を取っていけたっていうところは良かったかなと思います。ただ点差はこれだけ離れてしまったので、
すごい悔しい形にはなってしまったんですけれども、良かったところもたくさんあったと思うし、新人さんがとっても活躍してたので、残りの試合、この良かったところをしっかり伸ばしていって、つなげていってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、マイコいかがでしょうか。今日の試合を振り返ってみて、ビジョンの活躍。はい。はい、そうですね、得点してるシーンは、チームであったりとか個人のいいところが最大限に出て得点ができてたのですごく良かったかなと思います。ただ途中やはりこう相手の流れだったりとか自分たちのミスとか、まあ、なかなか修正できずゴールに何度も止められてしまって流れが掴みきれなかった、もう少し勢いに乗りたかったところが乗り切れなかったっていうところが次回の課題なのかなと思います。はい、なのでさらにそこをレベルアップして次回臨んでもらえたらいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後まとめで、シュンいかがでしたか。今日の試合を振り返ってみて。そうですね、点差の開きは分かんないですけど、データ的に見ると一番はクリアの差かなっていう気はしていて、フュージョンが、まあ、終始良かったというか頑張っていたところはライドは前線から結構ハードワークしてアタックの選手からみんな頑張っていて、でそれでいい奪い方も結構あったので、そういうところは良かったかなと思うんですけど、どうしてもゴール前の精度が最後の最後までいまいちだったかなっていうふうには思うので、フュージョンはちょっとそういう部分で最後課題が残ったかなっていう一方で、オルカリアさんは逆にそもそもゴール前に行く回数っていうのがフュージョンよりもかなり少なかった、でそれが点差になってしまったのかなと思うので、そのフルフィールドの攻め方、クリア成功率をどうやって上げるかっていう部分をもう少し、修正ができると次の試合は、もっともっといい試合ができるのかなと感じました。ありがとうございます。今日もね、悪天候の中両チームは頑張って戦いをしてくれたかなと思います。得点も離れてしまったものの、面白いものを見せていただいたなと思ってます。ありがとうございます。ということで、本日アリさん、シュン、マイコありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。